皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回はスチームで新たに発売されたこちらのトラックワールドドライビングスクールに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら2023年1月11日に無料で配信が開始された、タイトルの通り大型トラックの運転シミュレーターですね。一応こちらはオーストラリアが舞台のトラックシミュレーターのチュートリアル版みたいな形なのかな。いろいろと操作方法とか学んでいけるみたいなんですが、一応ハンコンも対応してるみたいなので、ハンコンつないでプレイしてみましょう。よし、ということで早速レッスンですね、やっていきたいんですが、ちょっと今セッティングしてたらハンコンのハンドルがなぜか動かなかったんですよね。なのでとりあえず Xbox のコントローラーですね、それでプレイしていきましょう。まずチュートリアルからやっていこうかな。はい、よし、じゃあスタートですね。あ、来た。よし、ということで来ましたね。はい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 、あー、いいですね。これで、ね、このトラックシミュレーター結構こう歩き回れるのがいいですね、一人称で。こんな感じか。おお、トラックごっついですね。はいはいはい。で、これで、後ろにもトレーラーがあると。あー、いろいろと動かしそうですね。とりあえず乗り込みましょうか。はい。入って、いろいろとチュートリアルも来て、車内はこんな感じですね。はいはい。あ、寝るスペースないのか。あー、でもいいですね。パーキングブレーキとかいろいろハイライトされてるの、イグニッションとかありますね。まず P で、おー、あ、運転席とか前後できるわけですね。な、運転席の調整ですね。そこまででも大きく変わらないかな。高さも変えられると。で、あ、ミラーもいける感じか。あ、結構古いタイプだから若干見にくいかも。あー、で、この補助ミラーはほとんど見えないな、これ。こっち側も上下と左右で、補助ミラーはこの位置からだとほとんど見えないですよね、これ。まあいいや。はい。で、Xbox のコントローラー、多分チェンジカメラ、これかな？あ、三人称視点もいけますね。はい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 。この状態で視点も自由に変更可能と。で、あー、なるほど。これで、ウィンカーですね。右と左。おー、ちゃんと動いてる。音いいですね。で、ハザードは、これで直にやんなきゃダメか。はい。いけましたね。はい。で、ライトがここと。はい。おー、きれいきれい。あ、で、イグニッションかけろと。いや、でも結構古いタイプか。で、ハンコン対応してたら、H シフターか。で、マニュアルギアでやっていきたいんですけど、とりあえず今回はオートマですね。とりあえずイグニッション。はい。あ、エンジンかかった。ちょっと一度オフにして。エンジン音聞いてみて。はい。いいですね。おお、いい感じ、いい感じ。で、これがパーキングブレーキ。はい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 。あ、で、今、セミオートマギアボックスなんで、これで前かな。あー、前行けますね。ミラーの位置が結構横にあるからな、これ。まあいいや。これでバックするときは、シフトを、はい、変えて、これで行くと。で、三人称でも見れるわけですよね。あ、ブレーキランプとかもいいですね。このまま下がって。あ、で、ここら辺の UI はオンオフできるっぽいですね。とりあえずはいろいろオンにしてやってみましょう。これで下がって、
って、タップリングですよね。あ、ついた？これで、パーキングブレーキを、はい。あ、で、そのまま出ろと。出るときはこうか。おお。あー、で、カップリング、手動なんですよね。まずケーブル、おお、これが素晴らしい。で、これはもうつながってるってことですよね。で、ここでサポート、はい。おお。はい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 。いろいろできると。あー、これ自動なんですね。両方とも上がったと。あ、ここら辺もオンオフできるってこと？お。あ、すごい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 。固定できますね。いろいろ動かせんのいいな。とりあえずまた乗りましょうか。これで乗って、あー、ギアボックスを前にすると。フォワードですね。で、前へ進むと。これで、はい。あー、動きましたね。動きはどうだ？あー、いいんじゃないですか。これ、ハンコンでやりたいですね。はい。あー、これでもう終わりだ。コーンは？あ、終わった。まあいいや。じゃあ、このまま次行きましょうか。はい。あー、来ましたね。あそこに駐車しろってことか。はい。これで、行きましょうか。まっすぐ前から止めちゃっていいのかな。結構スピード速い。はい。エンドザレッスン。あ？え、もう終わり？あ、終わった。あ、いや。このミッション。レッスン早いな。短いやつね。次は？はあ、パーキングかな、また。あー、これもすぐ終わりそうですね。後ろにバックすればいいだけですよね。はい。これ、リーンしても一応見えるけど、ほとんど見えないの。あー、もうミラー見ながらですよね。バックですね。トラック IR とかも対応してくれると非常にありがたいんですけどね。この辺りもうちょっとかな？ん？ぐらい？はい。レッスン終了ですね。これ早いな。はい、次。あー、ちょっと難しくない。簡単。はい。次、バックですね。あー、左バックだから若干やりにくいかも。まあいいや。あー、何これ。これ、あー、動くんですね。かわいい。結構いろいろ動かせんのかな。まあいいや。これで、視点変更が難しいんですけど、あー、そこか。バックですね。このまま入れちゃいましょうか。ここら辺かな？もうちょっと？あー、嘘、失敗。下げすぎた？あ、これ、まっすぐか。前向き駐車でしたね。あ、そういうこと？
いや、もっと簡単ですね。行きましょうか。あー、そういうことか。こうして前向き駐車ですね。あー、ちょっと見にくいかも。コーンが見えない。こんぐらいかな。はい、終わった。多分次後ろ向きか。あー、そうですね。後ろ向きで駐車する。あー、もうポジションがセットされてるんですね。早くトレーラー引っ張って長距離運転したいな。ちょっと大変ですよね。こんぐらい？こんぐらい？はい。これでいいでしょう。ああ、結構これでも後ろ空いてんだな。まあいいや。はい。次。あ、お仕事。あ、お仕事できるのか。お仕事やりましょう。おう。あ、いいですね。ちょっとしたお仕事だ。右お仕事で、できそうですね。行きましょうか。まずは、トレーラーを、あれか。ここら辺も、マニュアルシフトがいいな。一応シフトギアは、対応はしてたんで、アンコンの反動だけなぜか動かなかったのが残念だったけど、まあそこら辺も今後、改善されるでしょう。まずこのまま進んでいけばいいのかな。あ、いいですね。音いいな。ほうほうほう。あの下のブルドーザーかな。あー、結構長い距離運転できる今回。よいしょ。わー、すごい道ですね。よいしょ。あ、危ない危ない。全然曲がんない。よいしょ。あれ。OK かな。設定さえうまくいけば。クラッチ操作もできるみたいですね。あ、でもグラフィックめちゃくちゃ綺麗ですね。よーし、来た。あ、これですよね。多分これにつなげると。ぐるーっと。狭いんで、こうして、一度前に出て繋いじゃいましょうか。こういう感じか。この辺かな。あ、これで終わり？嘘。持ってかないのか。くっつけたら終わっちゃいましたね。あー、これで持ってくのか。はい。あ、これはつながったってこと？あ、もうつなげてくれたんですね。はいはい、あ、ホイールローダーか。いいですね。かっこいい。あ、これかっこいいですね。じゃあ、乗ってきましょうか。さっきの道を戻る感じですよね。お。あ、で、あとホーンか。ホーンはこんな感じですね。いや
あえず上の方まで上がると、あーまあまあミラーもでかいか、よいしょ。いやでも視野角狭いなあーこれだとほとんど見えないですね。ハンで行くしかないな。大回りで行かないとダメですね。ほとんどミラーの外に出ちゃってるんで。三人称で行くか。はい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 。だいぶパワーはあるな。はい。これで曲がるとなかなか長いですね。こんぐらいか。でもこれなんかぶつかったらどうなんだろう。ダメージ入るのかな。ああ石動くんだダメージ表現とかないのかな、わかんないけど石は動きますね、思いっきりスタックしそう。あちゃんと煙も上がるんだ、すごいすごい。よいしょ。こことかもなかなか狭いですね。はいはいはい。このまま上がると、で指定のエリアまで行けばいいのかな。ぶつかりそう。もう柵とか当たったらどうなんだろうな。ちょっと柵ぶつけてみましょうか。トラック同士ぶつかってどうなんだろう特に壊れるとかはなさそうですね。軽い感じで当たったんで、はい、このままこっちですね。あーそこ行けばいいのか。これはまっすぐ？はい。あー出る感じか。はい。うん。あ、これで今回は終わりかな？それであとは。またレッスンですね。フォワードパーキングトレーラー、なるほど、これ一回やりましょうか。こうしてまずはつないで、はい、ケーブルやってからの、はい、サポート下ろして、よし行きましょうか。トレーラーバックですね。いやこれ大変だぞ。おお結構曲げないと無理かも。臨死点もいけるんでそれはありがたいですね。よいしょ。いや邪魔だなそれミラーでも確認。ただ結構動きは素直な感じでクイッと曲がるな。やりやすいといえばやりやすいですね。コーン当たったら失格ですよね。
結構ギリギリかも。よし、オッケー。だ、後ろの距離がやっぱ分かんないですね。はい、ちょっとこれ後ろは分かんないんで、このまま、はい、いいですね。まあやりやすいな。はい、オッケーですね。よし。あー、レッスン、あー、もうスターが足りないんだ難しいな意外と星取れてないんで、あ、星が取れないと次のやつは出てこないですもんね。結構スピーディーにやんなきゃいけないってことか。まあいいや、とりあえず今回これぐらいにしとこうかな。やっぱ早くお仕事したいですよね。まあ今回はまだレッスンバージョン、チュートリアルバージョンみたいなもんなんで、また製品版ですね。で、できればハンコンが対応、一応今もしてるとは思うんですけど、うまくいかなかったんで、またハンコンうまく設定できたら製品版遊んでいきたいですね。よし、ということで今回は一度この辺りで終わりにしましょう。